どうも、ちです。パス？あ、そっか。お、どうも、あくです。はい、ということで、今回の企画は、ガッティが選ぶ、ガチで付き合いたい女芸人ランキング、トップ3を発表したいと思います。いいじゃないですか。はい。結構、女芸人さん好きなんですよね。そうですよね。はい。しばかれたいってよく言ってますけどね。お笑い芸人ってさ、シンプルにやっぱすげえなって思うわけ。そうですね。職業的なのでリスペクトがあるから、好きになる割合がめっちゃ高いっていうのがありますね。第3位はですね、蛙亭の岩倉さんでございます。最近めちゃくちゃ出てますよね。出てるよね。コンビとしてもめっちゃ面白いですよね。面白いね。ちょっと変わったコント、狂気的なコントというか、そう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 、やばいだろそれみたいな、キャラがね、なんかちょっと変わってる設定のコントとかで東京進出してグイグイ来てる。あれさ、聖夜軍団の声優ですよね。そうそう、そうなんですよ。初めて見たのはなんかラジオで、そのゲストとして聖夜軍団の一員として出てたんですけど、なんか声が可愛いなと思ったんですよ、まず、はい、宮崎県生まれなのかな、ちょっと方言の訛りっていうかが、その喋りとか出てて、特にね、思ったのは、最近、なんかソロチャンネルを開設してて、それでオズワルドの伊藤さんのルームシェアか、みたいのしてるんですよ。芸人さん4人で。で、そこの晩ご飯を作るって言って、宮崎県名物のチキン南蛮を作ってたんですよ。めちゃくちゃ可愛らしいのよ。おお、なるほどね。うん。それでもう好きになっちゃいました。いいですね。はい。可愛らしさのギャップがね、えぐいっす。うん、うん。ちょっとまあ、最古のキャラをさ、芸人さんとしてやるじゃん。そうですね。コントとかね。そのギャップはたまんないっすね。なるほどね。蛙亭の岩倉さん、ちょっと好きっすね。はい、第2位ですね。A マッソ、加納さんでございます。はいはいはい。いや、もうね、女芸人さんだったらもうトップで可愛いくらいの、その、顔の可愛らしさもあるんですけど、ネタも面白い。まず。ネタ面白いんだけど、バリバリに突っ込むから、もう。突っ込み気質の人にやっぱこう、突っ込まれたいっていうか、引っ張らされたいっていうか、はいはいはい。って願望があるので、やっぱいいっすね。いいっすね。ガッティがシンプルに好きそうな女性像ではあるんですけど、そうか、ショートカットで柔和な感じというか、柔らかそうな感じなんだけど、バリバリなツッコミ。ギャップとして絵本が好きなんですよ、加納さん。めちゃ可愛らしいよ。なるほどね。A マストの公式のチャンネルで絵本を紹介するっていう動画があるんですけど、笑っちゃったんですよ。めちゃくちゃ気持ち悪くて笑っちゃったんですけど、それがね、めちゃ可愛いんですよ。なるほどね。あれですか、煙突橋のプケルですか。いや、違う、それは。あと、村上さんね、相方の A マストの、はい、と一緒にいるときが一番楽しそうなのっていうのも一番いいんですよ。こう生き生きしてるというか、そこもいいんですよ、加納さん。まあ、1位はもうね、お決まりですよ。お決まりだね、これは。はい、これはもう僕の中で殿堂入りくらいの感じなんですけど。はい、バスン、3時のヒロイン、福田麻貴さんでございます。はい、いや、もうたまらん。てか、日向坂の、ドレミソラシドの踊ってる時、日向坂が好きなんで、福田麻貴さん目で追ってたんですよ。まあ、正直そうっすね。まあ、シンプル、顔がね、好みだわ。いや、絶対そうだと思ってたもん、俺も。言い方悪いけど、ちょっとこう、幸薄そうというか、なんて言えばいいの、こういう、そういう顔って。うるさい。その、塩顔っていうのかな、まあ、そうだね。女性で言う塩顔かもね。できる女感がちょっとあるじゃん。そう。そこでバリバリのツッコミで、もう3時のヒロインとしての格なんですよね。喋り方がね、ちょっとおっとりするときがあるんだよ。こう、うん、ちょっと気抜けてるときが、あんなーみたいな感じなんですよ。それがね、いいのよ。年下好きということを公言してるので、正直僕あると思います。そうですね、あると思います。いや、あると思います。まあ、言い方めっちゃ悪いけど、マジでいけるラインかなみたいな。このランキングはもう、まず芸人さんとしてリスペクトがありますっていう上で僕は言ってるので、はい、まあね、皆さんのね、ガチで付き合いたい女芸人ランキングをね、もしよかったら教えていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そんな感じでございます。じゃあ。